その日のうちに上級生が1年生の可愛い女の子を口説くというのが常。しかしうぶなお前はその可愛い子の記憶だけをうちに持ち帰り、後日こうやってうちに呼んで告白をしようというこの暇な大学生活、これが面白くなくて何が面白い。13時8分じゃないですよ。なんでそう思ったんですか？いや、なんか起きてすぐみたいな。あの子が着てたあれはトレーナーで、トレーナー、いやもうトレーナーだな、あれは。東京在住、はい、関西生まれ、同い年、はい、本当ね、出会いはライブ会場というかね、その音楽のライブ会場で僕が見に行ったら、まさか講座があって、そこに斎藤和義さんが一席していたという。そうでしたね。そうなんですよ。でその時に同い年だよとか、関西出身だよっていうので盛り上がりましたからね。でその後すぐ2人でもうすぐ飲み行ってるでしょ。すぐ飲みに行きます。あの 1D っていうアルバムで、その全部タイトルが何時何分でしょ。しかもこれがまた7時とか8時とかやって、7時何分とかまで、これがものすごいキャッチーというか、刺激のある、目にすごい刺激があったんですよね。あるんですよね。あ、何時だ。もう途中からこれは何時ぐらいじゃないですかみたいな。あ、近いです近いですみたいなね。共通認識があるから。はい、うん、13時8分ってあります？ね、あ、聞いてくれたんですよね。聞きましたね僕が。いや、まだ作ってないですねっていう。まあ、その会話もだいぶ面白いですね。まだ13時8分は作ってないです。神様の会話みたいな。お話をして。で13時8分って僕はこういうことしてるんですよってね。落語家さんは、落語家は前座修行の時は、そう、前座修行中の13時8分はあるご年配の師匠が、年寄りって早起きるみたいなイメージあるじゃないですか。これがね、あの元気な師匠で、夜遅いから昼まで寝ると。だから僕らお礼の電話とか絶対欠かさないんですけど、これも普通午前中にやるとその師匠は1時過ぎみたいな、13時8分その師匠に俺の電話をする時間っていうのが僕らはあって、うん、それはね、マリオスが受け継いでくれて、面白いですねって話から、じゃあ13時8分っていろんな人たちのこう、ね、過ごし方が違う、うん、まあ、もちろん僕もワンデーを作ってる時に時間の曲なので、聴き手が私にとってじゃ何時何分ってこういう感じだな、うん、みたいなことを思ってくれるのが面白い、うん、作品だったので、うん、まさにその落語家さんの13時8分の過ごし方と、うん、じゃあ僕の過ごし方が違うだけでも聞こえ方が変わるんで、落語もね、お話の聞き手側はどう感じるかっていうのが面白さになるじゃないですか。そうですね、想像の芸ですからね。じゃあその想像の芸と、うん、ドワンデーでやっている伝えたかったことがすごい似てるなってことを僕もある時にほんとじわじわ感じたんで、うん、じゃあ一緒になんかできそうですね、うん、って言ったらもう1ヶ月後には曲ができて、丸山さんが、まあ、本人の前で言うのはですけど、やっぱり感性がすごくて、こう僕毎回アドリブでしょ。毎回ライブの時はアドリブですけど、で台本もまともな台本書いてないじゃないですか。大体こうバーッとね、こう なんですかね、行でこのシーンこのシーンみたいなんでアドリブやるじゃないですか。やりながらずっと見てこう追っかけてくれるじゃないですか、はい、どういうシーンかっていうのをその音で色をつけてくれるでしょう。なんかこう僕の中ではあのバックを任してる感覚もありながら、でもやっぱりお客様から見ると完全に並列でやれてるっていう不思議な、なんかコンビでやってるなって。丸山さんのバックなしで
話した時ものすごいまず自分が入り込めないんですよ。もうありきで完全に作ってるから、もう丸山なしには13人発表できないですよ。なるほど。本当にで独演会で勝手にやってもいいわけだけど、やっぱり、もう全く形にならないと思いますね。やればやるほど。今回映像作って僕多分初めて、僕が楽やってるとこ丸山さん見ながらやるでしょ。はい、丸山さんがどんな表情かって見たことないんですよ。なるほど。その僕がわーっとやってるのをこう母のような目で見ながら、多分すごいどうすんねんどうすんねんどうすんねん、この間この辺でもうこれ言ってたぞみたいな感じでしょ多分。はいはい、もちろん。その丸山さんはどういう名なんかな。ああ、なるほど。ものすごく新しいというか、ちょっとなんか変なことやってると思われがちかもしれないんですけど、いわゆる古典落語の手法ではめ物っていうのがあって、まあ字で書くとカタカナではめにひらがなで物で、はめ物っていうのはバッグにお三味線とか太鼓の音をはめ込むっていう、寄席のはめ物っていうのをやるのは前座さんがやるんです、うん、でこっちは圧倒的に強い師匠方がやるんです。このセリフで太鼓をバーンバーンって入れるとかって、もうその時の前座なんかすいません、あんさん一緒に謝ってくださいみたいなことになるから。なるほど。そうだから、あ、丸山さんがどういう表情で、ああ、なるほどね。僕は逆にもうね、ずっと見てますからね。お客さんよりも一番近い位置で見てる。いやでも僕音楽やったから多少わかりますけど、めちゃくちゃいろんなことやりながらでしょ。そうですね。あのトンコリ、そうですね、音を重ねたりとか。でしょ。でこの足元をバチ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 やりながら、で、コーキンやってるでしょ、で、見るんでしょ。はい、今日もやるわ。まあもうそれはまた落語をインプットしてる感じはありますよね。それは僕もストーリーを入れてと。いや僕もこの世界入る前音楽やってましたからね。だからこの国でこの年でやりたい音楽やってる丸山さんのことはもう手放しに尊敬してますよね。すごいと思います。やっぱり万丈さんと出会ってすごく、新しい発見がいっぱいあって、でもやっぱり万丈さんの落語を聞いているとやっぱ自分の中で音楽を聞いているような感じがあって、でもやっぱり万丈さんももともと歌を歌っていたから、でそのやっぱり感覚がすごい入ってくるので、まあ、他の落語家さんもいろいろ見させてもらう中で一番こうリズムがあるというか、メロディーを感じるというか、そんな落語家さんだなっていうのがすごく強くて、で僕もこう音楽をやっている中で、僕のお世話になっているプロデューサーさんが、丸山君の方がこう落語のようにこう語ってて、万丈君の方が音楽のミュージシャン、ロックミュージシャンのようだねって話をしているのは、なかなか面白い表現だなと思うんですけども、やっぱり僕も自分の音楽を通して、いろんな世界観を届けたいっていう中で、僕の音楽が少しでもまた万丈さんの落語とか落語のいろんなものが伝わっていけばいいのかなと思うので、それがね、何よりも一緒にやれててよかったなと思うことです。今後ともね、いろいろと一緒に新しい表現を作っていけたらなと思っています。